JAS501 に異常な次元振動を確認。エリア JAS501 といったら朝霧山山麓か。娘と行ったことがあるな。次元振動消滅。何か落下したかもしれない。ミディライとか。日本語で言えよ、日本語で。小畑院ハイスクールで習ったはずです。念のためだ、カイトとミズキ、ダッシュアルファで調査してきてくれ。了解。21世紀、世界各地を襲う自然災害はとどまるところを知らず、ついには空想の産物と思われてきた怪獣がその姿を現した。国連は UDF 地球防衛連合を設立。その精鋭チームがダッシュである。ダメか。怪獣の気配は感じられないし、ケーキの誤作動なんじゃないかな。油断禁物。宇宙船が侵入したかもしれないでしょ。それなら監視衛星に引っかかるんじゃ。そっか。都会の近くにもこれだけの自然が残ってたんだ。でもこの辺りって開発プロジェクトの範囲内よね。うん、もうすぐ工事が始まるって。ちょっと悲しいな。どんどん緑が失われていく。自然を満喫するのもいいが、任務の方も忘れないでくれよ。隊長、スイッチが入りっぱなしだったぞ。節電節電。カイト隊員、何か反応は？異常なし。もう少し先まで行ってみるよ。了解、気をつけて。そっちも、水木隊員。おかしいわ、霧が出るような天気じゃなかったのに。カイト隊員、霧が深くなってきたわ。気をつけて調査を。カイト隊員、お前は何者だ？私の名前は水木。対怪獣防衛チームダッシュの隊員よ。ダッシュ？あなたは
こんなところで何してるの？あなたまさか。宇宙船なんて使わない。この装置で空間移動する。座標セットしてスイッチを押すだけだ。星から星へ移っていくんだ。次元の異常な振動はその装置のせいね。そういう事情ならダッシュの本部に連絡してあなたの身柄を保護してもらうわ。その怪我であの崖を登るのは無理だ。平気よ、このくらい。待て。俺のことは誰にも知らせるな。装置が治ったらすぐにこの星を出ていく。ダッシュの隊員として私には報告の義務があるわ。やめてくれ。全長10メートルほどのカプセルです。今映像を送ります。なんだこれは。次元振動と何か関係があるのではないでしょうか。至急応援を送る。お前はそのカプ…そういえば水木はどうした。何度か呼びかけてみたのですが応答がありません。気がついた？お水汲みに行ってきたな。これは？お前が？応急処置しかできなかったけど、どこにも連絡してないわ。安心して。なぜだ？え？なぜ連絡しなかった？怪我人の頼みだもの、聞いてあげなくちゃ、ね。真面目に答えろ。私は真面目よ。苦しんでる人がいたら、助けるために努力をする。それもダッシュの隊員としての任務よ。相手が地球人だろうと、宇宙人だろうと。それは？空間移動装置のエネルギーを充電している。6つ目のランプがついたら使用可能になる。すっごい霧だ。強行着陸する。突っ込むぞ。ねえ、そういえばまだあなたの名前聞いてなかったんだけど。ケサムだ。ケサム？その装置でいろんな星を見てきたのね。ああ、羨ましいな。羨ましい？うん。一瞬でどんな星にも行けて、その星に住む人たちと交流できるなんて。私何かおかしいこと言った？いや、あまりに単純な思考だと少し驚いただけだ。私のどこが単純なの？遠い星に住む人たちが出会い、心を通わせる。素晴らしいじゃない。出会い、そんなものが何になる。
知識を交換することでいろんなことが学べるわ。お互いの文明を発展させることにもなるし。それが単純だというんだ。今宇宙のあちこちで無益な争いが繰り返されている。知識は文明を生み、文明は争いを生む。心を通わせるどころじゃない。そんな、この星だってそうだ。人類は戦争を続け、自然を破壊し、地球が自分たちのものであるかのように振る舞っている。貴様、あなたは、動く。もうすぐ全てが終わる。これは水木隊員の。水木隊員、水木隊員。わお、強いエネルギー反応だよ。一体何なんだ。爆弾じゃないかな。何、爆弾だ。この先の谷に爆弾がある。これはその爆弾の起爆装置だ。何ですって。ケザム、あなた私を騙したの。爆発と同時にこの星は無に変える。そんなことをすれば、キザム、あなただって。俺は爆発の直前、他の星へ瞬間移動する。今までと同じように。今までって、前にもそんなことを。星を汚し、滅ぼそうとする種族を抹殺する。それが俺の使命だ。お願い、やめて。確かに人間は地球を蝕んでるかもしれない。でも、その過ちに気づいて頑張ってる人たちだってたくさんいるわ。所詮は虚しい努力だ。虚しいのはあなたの方よ。無からは何も生まれないわ。大切なのはお互いを信じ合うことよ。私があなたを信じたように。爆弾は見つけた。君の計画は阻止してみせる。カイト隊員、あの爆弾は地球人には止められない。6つ目のランプが点灯すれば起爆装置が作動する。ケサム、水木隊員を離せ。ヘリ、解析は可能か。完全解析は不可能ですが、エネルギーの質量から見て爆発物であることは間違いありません。爆発までの時間は。内部エネルギーの充填率から見て5分以内。5分。ケサム、やめて、お願い。何をしようともはや手遅れだ。この星の文明は終わる。そんなことは決してさせない。
しれん。助けたこと私は後悔してないわ。たとえ星の破壊者であったとしても。もう時間がない。爆発まであと20秒。爆弾が、オーノー。
水木さん。文明を滅ぼして星を救おうとするなんてな。文明がなければ私は存在していません。それはそうだよ。隊長、申し訳ありませんでした。今回人類を危険にさらしたのは私の責任です。彼を発見した時すぐに報告すべきだった。それを怠ったのはお前のミスだ。だが俺はその判断が完全に間違っていたとは思わない。お前は宇宙から来た男を信じようとした。残念ながら不幸な結果に終わってしまったが、相手を信じるというその気持ちだけは決して失ってはならないと俺は思う。隊長。まあ宇宙に住む者同士が心の底からお互いを理解し合える、そんな日が来るといいな。来ます、きっと来ますよ、近い将来。に侵入した謎の生命体バグダラス。バグダラスの前に次々倒れる隊員たち。頑張れチームダッシュ、戦えウルトラマンマックス。次回ウルトラマンマックスダッシュ壊滅。